グッジョブ1061は地球から見て時計座の方向に約12光年離れた位置にある赤色矮星である。比較的近隣にある恒星だが見かけの明るさはおよそ13等と暗いため観測するには少なくとも中程度の大きさの望遠鏡が必要となる。グッジョブ1061の固有運動は1974年から知られているが 当時測定されていた0.130秒という年収差の値に基づいて地球からの距離は現在考えられている距離よりも遠い約25光年と推定されていた。現在考えられている距離は1997年にリコンズのチームによって正確に求められ当時知られていた中では太陽系から20番目に近い構成とされた。ただし同チームは 今後さらに近い恒星が多数発見される可能性もあるとしていた。グチョブ1061は非常に小さく薄暗い赤色矮星で質量は恒星としての質量の加減に近いとされる。推定されている質量は太陽の12%で高度はわずか0.17%しかない。他の赤色矮星と比べてフレアなどの恒星活動は安定しており、 活動的ではないとされている。番星が存在するかを確かめる観測も行われているが、そのような天体は今のところ発見されていない。また、青州円盤による赤外線の大幅な超過も示されていない。2019年8月、ドイツのゲオルク・アウグスト大学ゲッティンゲンに所属する S ・ドリーズラーラヨーロッパとチリの研究者からなるグループが グッジョブ1061を公転する3つの太陽、系外惑星候補、グッジョブ 1061B、グッジョブ 1061C、グッジョブ 1061D を発見したと伝えられた。研究チームは、赤色矮星の周りにある惑星をドップラー分光法で探す、レッドドッツプロジェクトの一環として、チリのラシア天文台にあるハープス分光機を用いて2018年に、 グッジョブ1061の観測を行った。3つの惑星候補は、それぞれ3.20日、6.69日、13.0日の光天周期と、地球の1.4倍、1.8倍、1.7倍の質量を持つ。しかしドップラー分光法の性質上、これらの質量は加減質量であり、真の質量はこれよりも大きいかもしれない。 観測の結果、グッチョブ1六十一の視線速度に五つの異なる視線速度成分が見出されているが、三つの惑星に起因していない残る周期五十六日と百三十日の視線速度成分は構成本体に由来する可能性がある。三つの惑星のうち最も外側にある惑星グッチョブ1六十一 d は十三点零日と十二点四日の二つの周期を持つ。 可能性がある。この打ち片方が真の周期で、もう片方は観測感覚の影響で現れた偽の周期性と見られるがどちらが真の周期なのかは今のところ明らかになっていない。グッジョブ 1061D は表面に液体の水が存在し得るハビタブルゾーン内を好転している点で注目されており、好転周期が12.4日と13.0日の いずれのケースでもハビタブルゾーン内に収まるとされ、また、グッジョブ 1061C もハビタブルゾーンの内縁付近を降転している可能性がある。ありがとうございます。